君の姿を見れば僕は幸せな気分で一日を送れる。もしもし、昼の会議の資料、あれお前やっとけよ。え、俺はですか。上司のフォローすんの嫌なのか。いや、そんなわけじゃないですけど。結婚して2年、この町は息苦しい。コンビニでいいじゃないか。なんか引っかかっちゃってるみたいですね。大丈夫そうですかね。すみません、なんかおかしい。仕事がさ、溜まってんだよ。はい。じゃあ、そういうことで。この町に越してきて1年、夫は私を避けるように頻繁に外泊をするようになった。じゃあ僕はこれで失礼します。はい、ありがとうございます。じゃあ。帰らないで。楽しそうだな。いい男でも見つけたのか。なんでそんなこと言うの。珍しくお前が明るいからさ。私の企画が通ったの、だから嬉しいの。それはおめでとう。嘘をついた。でも彼を知ってから。おはよう。ちょっと止まって。おはようございます。はい。これいいんですか。お礼がしたくて。あんまり上手じゃないけど。ありがとうございます。お疲れ様。お疲れ様。誰。いや、妻を助けてくれた恩人にねお礼したいと思ってたんですよ。ね、ありがとうございます。さあ飲んでくださいよ。もっとね。どうぞ。いや、私もね若い女房もらっちゃって心配はしてたんですけどね。ねれ君ちょっと仕事が忙しくてね。怖い思いさせて、ほらかったな。うん。ごちそうさま。そろそろ帰ります。なんだ、いいじゃないですか。ご飯食べてないんでしょ。俺作りますから。ね。最近覚えたんだって。たまには妻孝行させろ。
ちょっと待ってくださいね。俺やっぱり帰ります。これでいい？ああ。じゃあ写真が必要なもんだよね。ああ仕事がさ、認められて本社に戻ることが決まったよ。え、本社？必死で働いた甲斐があった。こんな田舎でお前に寂しい思いさせて悪かったな。愛してるよ。本当にごめんなさい。突然いろんなことが変わってしまって。僕への気持ちも変わってしまったんですか？そんなことない。大木さんといるときは幸せな気持ちになるの本当よ。俺信じていいんですか？ありがとう、私を救ってくれて。もう終わりみたいなことを言うんですね。あの人についていかなきゃいけないから。やだ、俺は一緒にいたい。俺は加奈子さんと一緒にいたいんだ。